こんにちは。アマゾン演出サポーター、堀秀夫です。まあ、私は引きこもりでも稼げる仕事ということでね、a Amazon 演出を教えたり、まあ、自分でもやってたわけなんですけど、まあ、この引きこもり、なんで引きこもっちゃうか。まあ、日本はね、結構引きこもりが多くて、なんと海外でも引きこもりっていうね、日本語が通じるというね、 海外のテレビで特集なんかもされたらんで、引きこもりを知ってる人もいるというぐらいです。で、このね、今回、新年号、元号かが発表になったのを見てね、うわ、もう引きこもりにはね、えたまらなくなんか嫌なね、えー、響きというか、ビジュアルだなと思ったんでね、まあ、それをちょっと、えー、解説というか、えー、感想を述べたいと思います。まあね。 令和。で、令和って入力してもね、えー、出てこないんで、えー、命令、そしてはと入力して、命令の目を消して、令和を出している。で、この命令の例、ねえー、言いつけ、言いつける、ねえー、このね、0、えー、時例状、号令、命令、えー、事例、指令、えー 司令伝令発令と要はねもう言いつけると命令ですよねそして和和というのは、ね、和の文化どういうものかとあるいは和の精神日本民族の文化の本性は本質は個性重視とする文化でなく集団の地図と安寧また礼儀と作法を重視した文化であるまあ平たく一言で言うと同調圧力と いうような形でね、これに、まあ、ずっと学校教育やらないやらでね、えー、適したというか、この、まあ、和の心を植えつけるわけなんですけど、まあ、当然適合しない人もいる。ねまあ、私なんか適合しなかったタイプですね。で、今、世界の幸福度ランキングで日本は順調に 順位を下げて、ね、58位で、まあ、社会の自由度や他人への寛容さを評価する数値が低く主要7国で最下位ということが言われてるんですけど、まあ、それをね、えー、a c e b o o k にこの書いた平野さんが書いた、ね、コメントがすごい世界基準の幸福使用が日本人にマッチ,マッチしているかわからなくなります、ね、いや日本人は ね、日本人の幸せのあり方を世界基準で分かってないんじゃないかと。で、中にはね、ね、えー、こういうふうに、えー、そうだねという方もいますけど、そうじゃなくて、ね、普通に幸せですけど、幸せな国だと思います。他者に迷惑をかけない範囲で、十分に自由で寛大です。幸福度で国を比較する意味があるのですか、ね。これまさに、えー、同調圧力。 で私の他人への関与さは特に赤ちゃんや子供に対しては世界最低レベルだと思われますというふうにね書いたんですけどマッ、ま、スルーまあねまあこれこそがまさに和なんでしょうねそしてまあもっとそのものを書いてる自分だけの幸せを追求する社会は日本よりも他国でよく見かけると思いますが国連の評価基準が日本人の価値観にマッチしてないような気がしますと 幸せの基準が国によって違うんでしょう。日本は幸せな国です。もう評価が日本にマッチしてないと。ね、日本は幸せだと。もうまさにこれこそが同調圧力、ね。和の文化。日本民族の文化の本質は、個性重視とする文化でなく、集団の秩序と、ね、また礼儀と作法を重視した。要はね、個性を殺せと。ね、でまあ、んですかね。みんなに、 みんなに合わせるるといか全体の一部としていける個性はいらないというようなことを言っててねまあこれに馴染んだ教育をきちんと受けた人は違和感なく日本は幸せだと感じられるんでしょうけどまあ ねえー、昔日本が鎖国をやってる時代とかね海外との交流がなかったりインターネットがない時代は良かったんでしょうけど、まあ、今や世界の情報も手に入るし海外旅行も気軽に行けるんでねなんか海外に行くとちょっと違うんじゃないのと思う人が、えー、増えてる、まあ、私なんかもその口ですし海外に行く前からねこの和の精神というにほど遠い人間だったわけなんですけど まあ幸福の基準っていうのはね、まあ自然な人間ならそんな違いがあるはずがない。受けてきた教育というか状況によって変わってるということなんですけどね。まあうまく調教できなかった人。ね。うまく調教されるのが嫌だった人。ね、そういう適応能力が低い。社会的不適合ということでね。まあ、えー、当然会社に行っても同じ調子ですからね。えー、まあなじめない。適応できない。ということで、引きこもりになるというのが増えてる。 で、実際問題ね。まあ、これ社会がいいとか悪いとかそんなこと言っても、まあ、しょうがないんで、まあ、一つ言えるのは、この同調圧力というのに適合できない人は、やっぱり普通にかなりいる。で、同調圧力の強さは、日本は世界一。だから、幸福を感じられないということが言えます。まあ、はっきり言って、 会社に行って勤めるとかね、普通に勤務するんだってやっぱりね、あの、日本にいる限りは、その日本人らしいこの和の心を求められますんで、まあ、適合できないんじゃないかなというふうに思います。まあ私もそうです。まあ、そうすると、一人でできるこのね、えー、インターネットを使った、ね、アマゾンを使った輸出ビジネスというのは、 もう引きこもり、同調圧力に、えー、馴染めない人には最適な仕事だなというふうに感じてね、えー、感謝をしてます。まあ私もね、学校の先生がね、えー、もう、堀はもう刑務所入るんであいつはろくでなしだと、ろくなもんじゃねえというふうに散々高校時代言われてましたけどね、まあ確かにね、このインターネットがなかったら、あるいはね、海外に普通に出て、えー、世界の中で日本がちょっと、 特殊ななんだというのがかからなかったらね、まあ、自分がおかしいのかなと思ったりね、普通に会社勤めをしてただけだったら、まあ、なかなか仕事も続かなかったわけですし、働いていくこと、稼いでいくことができなかったと思います。ただ幸い、インターネットとアマゾンのおかげで、まあ、むしろ標準より幸せに暮らせてます。Amazon、ま、一、あ、室、日本人でね、この引きこもっちゃってる人、ちょっと日本社会馴染めない人には最適な仕事です。 まず、まあ、どんな仕事か。まあ、この無料メール漫画に登録して、Amazon 室、えー、どういう形で進めていくか。まあ、日本と、ね、海外、えー、どんな風に違うか。まあ、そういった情報を無料で配信してますので、まずはこちらをクリックしてね、メールアドレスとお名前を記入して、この確認画面をもう。クリックして、えー、無料 a m Amazon ン室メールセミナーを受講してください。そんな形で。新年後、令和を見てね、うもうこういよいよ元号にしちゃったかと。 ね、もうこう同調圧力強化、ね、待ったなしだねという気がしたんでね、えー、適合で,できてない方はやっぱりね引きこもりでもできるこのアマゾン室やって稼いでいろいろね世界を見たり考えたりするお金と時間を作るといいんじゃないかなというふうに思います以上アマゾン室サポーター堀秀夫でした